アーキテクツはイングランド出身のメタルコアバンド。2004年に結成。以前はインハーモニックやカウンティング・ザ・デイズといったバンド名で活動していた。2016年8月にリードギタリストのトム・サールが皮膚がんのため死去した。2017年からサールの公認として兼ねてよりメンバーと交流があり、サポートとしても参加経験があるサイロシスの女子ミドルトンが ビードギターを担当している。バンドメンバー全員がビーガンを標榜としている。また、シーシェパードの支持者でもある。同じく、イギリス出身のエンターシカリと共に、大衆性のあるメタルコアと認識されている。マスコア、ポストハードコア、プログレッシブメタルなどに分類される場合もある。彼らの音楽性は、複雑なギターリフや変拍子、リズミカルなブレイクダウン。 重低音とメロディックパンクを行き来するような演奏などによって特徴を付けられる。ただテクニカルな手法に頼るだけでなく、キャッチーなリフやコーラスなども効果的に使用している。また、各アルバムごとに今までとは趣きの違うものを作るという信念を持ち、キャリアを経る中でも音楽性は多様に変化している。セカンドアルバム、ルーインでは、ファーストアルバム、 ナイトメアズ以上にヘビでダークなサウンドを追求した。サードアルバム、ホロークラウンでは、アグレッションやテクニカルなプレイは維持しつつ、よりメロディアスな要素を取り入れている。アルバム、ザ・ヒア・アナウでは、スクリーム以上によりアンセミックなコーラスやサビを重視するようになった。アルバム、デイブレイカーにおいても同様だが、ライブでの実演なども考慮し、ブラストビートなども取り入れ、 以前のヘビさやアグレッションも感じさせる内容になっている。ポストメタルコアを標榜することもあり、その文字が入ったグッズなどが存在している。メシマー、コンバージ、ザ・ディリンジャー・エスケーププラン、ゴジラ、スライス、ボッチなどのハードコア、メタルバンドから幅広い影響を受けている。ありがとうございます。